おたびや、おたびや、おたやは、江戸時代の加賀藩で藩主の高刈り、民情視察の際に、宿泊や休憩のために使用された施設のこと。参勤交代の際にも宿泊施設として使用されていた。加賀藩の寮内に7の10箇所は存在したと言われている。一般的に小さな藩で、高刈りが行われる場合は、ご本人と称して、 臨時に民家を借り上げて使用されることが多かったが、加賀藩では専用の施設である、お旅屋を設けた。お旅屋の建物で現存するのは、富山県高岡市戸出町にある、お旅屋門のみである。高岡お旅屋、高岡おたやは、現在の富山県高岡市おたヤ町に、かつて存在したお旅屋。高刈り屋、参勤交代の際に、 加賀藩主が高岡に宿泊するために使われていたと、される。現在のお旅や通りに面して建てられていた。最初に作られたのは1615年、慶長20年 -1625 年、寛永2年頃と得られている。一度火災に見舞われており、1664年、寛文4年に再建されたことがわかっている。三代藩主、前田敏爪から五代藩主、 前立名乗りの時代は、頻繁に使用されていたが、それでも使用するのは年に1から2回で、維持管理の問題もあり、1715年、聖徳5年以降はほとんど使用されなくなった。そこで、加賀藩は1728年、京法13年に高岡お旅屋を取り壊し、高岡お旅屋アを虫犬遺書、武具の虫干しをする施設を開いた。この施設も1748年、 延響5年に取り壊され、その後、五部五土像、武具の倉庫が開かれた。1868年、慶応3年に五部五土像の武具が金沢に移された。あと、1880年、明治13年に、約35,700メートルの土地は、藩町から民間へ売却され、約250年続いた藩の施設はなくなった。現在は、小た町、小たび通り、 高岡最大のアーケード街などの地名にその面影を残す。トイデオタビア、トイデオタヤは、現在の富山県高岡市トイデ町に、かつて存在したオタビア。三代藩主、前田利常の命により、1642年、寛永19年11月に建造されたもので、場所は、現在のトイデ町三丁目にあたる。敷地は、 ト出の四つ角からト出の神社の参道に至る場所で、現在は北陸銀行ト出支店などがある。建造当初の敷地面積は6765メートル、2050坪で、東西85メートル、南北90メートルにわたっていた。四方に高い土塀があり、正門を中心に三方には空堀が掘られ、裏側、南側には深い水堀があった。 敷地内には貯水池も作られ、有事の際には、城塞として使用できる建物だった。1686年、上京三年8月、五代藩主、前立名乗りの地政に、加賀藩の所有していた、トイデオタ屋は、当時の管理責任者の河井又たい河井屋に、無償で払い下げられた。トイデオタ屋が、加賀藩の宿泊施設として使用されたのは、 建築後45年間だけだった。その後、建物は、加賀藩有数の王将屋だった河井家の屋敷として、代々使用されたが、昭和時代初期に河井家から吉田二兵へ売却され、さらに1952年、昭和27年には、戸井手町の所有となり、公民館として使用された。1958年、昭和33年、 ト出町から民間へ払い下げられた際に、門以外の建物は壊されてしまった。その後、門は町の有志により買い取られ、河池家の菩提寺である永安寺に人力で二番かけて移動さた。この門が現在のオ旅屋門である。現在のト出デ旅屋ビには、ト出の高の巻と呼ばれる樹齢約三百八十年の荒野巻が残っている。この高野薪は、 河合又衛門が初代藩主、前田利家を弔うために、高野山に参拝した際に持ち帰ったと得られ、高岡市保存樹木に指定されている。右上の画像の左側の最も高い木が、戸井出の高野牧である。また、加賀藩の時代から使われていた、午前水井戸も残っており、現在も枯れずに、水がコンコンと湧き出ている。この井戸水は、 歴代の加賀藩主も飲んでいたと考えられている。杉木新町おたび屋、杉の木新町おたやは、現在の富山県都並市に、かつて存在したおたび屋。1664年、漢文4年、五代藩主、前立名乗りが高刈りに訪れるのに合わせ、中上村の義右衛門が建造した。このおたび屋にあった井戸は、現在も都並市本町に残っており、おたび屋の井戸として、 トナ市指定文化財に指定されている。大清水おたびや、大清水おたやは、現在の富山県高岡市戸井出町大清水、旧北半若村に存在したおたびや。このおたびやがあった地域の周辺には現在でも、おたびやという名字が残っている。たおたびや、つばたおたやは、現在の石川県河北郡津た町加賀爪に存在したおたびや。 1584年、天正12年、末森城救援のために津たまで来た、前田利家は、肝入りの佐々木繁栄門の案内で、北国街道と七王王間の分岐である、松本陣の城宅で、佐々のの越中退却に備えたた。防御を行った松本陣の上家は、佐々木繁栄門家の分家筋で、利家に言われて、前田軍の旗差し物を多く作り、それを、 津たで掲げたので、佐々軍は一万一を考えて、津たを通らずに、越中に戻った。この功により、佐々木繁栄門が十村役となり、松本神野城は、末森城の本丸の建物を配慮して、津たに移築し、お旅屋とした。神野城の子孫は、代々小江門と名乗りぶちを受けて、お旅屋守るを務めた。 上数370、周囲1632件、非常に素朴で荘厳であったと言われる。明治10年8月28日消失。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。